このご機嫌なこうバイクもゲットしたんで、そこでちょっとサンセットっぽいのを撮って、どれぐらいの距離感かっていうのを見てもらいたかったんで、お前白くなったなと、そんな白いの初めて見たわって言われちゃいましたね。じゃあここから歩いて入っていきましょう。サンセットタイムということで、プエルトガレラ収益化に向けて動こうかなと思うんですけど、ああ、You follow me バッター、わー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 、残念ながら一人です。まだ空いてますよ僕。このプエルトガレラの中では一番盛り上がってるビーチで言ったらね、僕の大好きなサンミゲルライトをいただきながらサンセットタイムを楽しみたいなと思います。はい、今日なんですけど、久々に帰ってきたのはこのビクトリーアパートメントということで、今日はですね、2023年のもう12月の21かな、全く寝ずにやってきたんですけど、せっかくなんでここホワイトビーチのすぐ近くということで、今からちょっとホワイトビーチの方に行って、まあ、今日天気悪いんですけど、サンセットもどきが見れるかなと思って行ってみたいと思います。ちょっと雨降ってきてんね。このご機嫌なこうバイクもゲットしたんで、そこでちょっとサンセットっぽいのを撮って帰ってきて、今日はですね、なんと朝押し売りじゃないけど、僕の大好きなエビをね持ってきた業者がおったんで、エビを買ったんですね。で帰ってきてからそれを作ってもらおうと思ってるんで、食べるとみんなでということで、今からホワイトビーチの方、こっからだからすぐ着くんですけど、行ってみたいと思います。ということでね、これローカルの道入っていくんですけど、ここから入っていけるということで、ちょっとどれぐらいの距離感かっていうのを見てもらいたかったんでやってますけど、まあまあ近いですよ。歩くとちょっと面倒くさいんでバイクでやってきてますけど、まあすごい今19キロぐらいのところで走ってますけど、フィリピンはあの右側通行なんですね。ぐっとこっちの奥の方まで行くとホワイトビーチに直接アクセスできるんで、まあ、歩いて行ってもこのビクトリアからどうでしょう、6、7分歩けば行けるんですけど、バイクで行くと1分で着くんで、こちらの方にアクセスしたいなというふうに思います。まあ、今日ねまだなんかフィリピン雨季っぽい天気で曇ってるんですよね。だから今日僕はこのいつぶりかな、5月ぶりぐらいに来たんですけど、お前白くなったなと、そんな白いの初めて見たわって言われちゃいましたね。ということで入っていきたいと思います。はい、着きました。これもう本当だともっと早く着くんですけど、撮りながらなんで、はい、入っていきます。ここで奥の方まで入ってバイク止めるとこあるんで、そこからバイク止めて歩いていきたいなと思いますけど、ここの方ってこれマニアックです。もうホワイトビーチの入り口まで入ってこれるんで、ここら辺止めようかな、パルッと止めます。じゃあここから歩いて入っていきましょう。 So parking fee 25 pesos. Oh my goodness. Oh my god. Not free. Okay. Thank you, Jeremy さん。パーキング代を25ペソってぼったくってきましたね、これ。ほんまに、まあ入場料的な、このおっちゃんがおるときとおらへんときあるんで、まあ、おっちゃんがおらんときに来ればまあ取られない。今日たまたま思いっきり見てたということでね。あ、ここは BM ビーチリゾート。ここはまあその高いリゾートじゃないんだけど、何がまあ僕はここ泊まらないですけどね、はっきり言って泊まらないですけど、何がいいかというとホワイトビーチの真ん前という。ただ僕クラスになるとバイク操りますから、バイクもですね、今いろんな業者が高くなってきてるんですけど、僕も10年以上借りてるところがあって、そこはね全然ぼったくってこないんで、皆さんプエルトガレラ来たい人はバイク、僕の紹介といえばええバイクくれますよ。そのしょぼい原付とかじゃなくて125とか155とか、これ125と155まで全然違うんで、155の方がいいですよ。はい、ということでやってきましたのはこのサンセットタイムということで、プエルトガレラちょっとね曇ってますけど、サンセットの香りは感じると思うんで、ちょっとどっかで軽くビールでも飲みながら楽しみたいなと思うんですけど、昔はねここにいっぱいテーブルとか椅子があったんですけど、残念ながら今はですね、そのテーブルとか椅子を出してはいけないというルールになったんで、まあ、できればあんまり騒がしくないところでサンセットを楽しめるところに行けたらなと思うっすね。でちょっとライブでもしようかなと思ってね、今日は記念すべき
その2023年12月の21日なんですけど、僕のいつも泊まる宿の常宿のビクトリアが、Facebook を収益化したということで、この田舎に住みながら結構稼いじゃってるっていうことで、僕も、収益化に向けて動こうかなと思うんですけど、とりあえず入ろうと思うのはここですね、ジャムハウス、まあ、いつも来るところなんですけど、ここ入って後ろのサンセットを楽しんでいきたいなと思います。ではここに入りましょうかね。でこれね、夕方になるとライブとか始まっちゃって結構やかましいんで、 Facebook ライブ、インスタライブじゃなくて本場のライブで、で、まあ、せっかくだからこの辺もちょっと見ていきたいなと思うんですけど、お土産屋が結構ありますね。結構ここにはちょっと見ていきましょうか。こんな感じでね、で僕結構ね、島の典型的な本物、ジャパンナンバーワン、本物本物本物、偽物やろ、いや、偽物、安い友達ね、友達安いね、友達なあなあなあ、レイダーレイダーね、あこれでこういうのが、こういうのバッグとか売ってるし、こういう派手なやつね、こんなんが好きですし、あとはね、こう T シャツとか派手なシャツとか、こういうのいっぱい売ってて、こういうのもいいかなと思って、このカバンもそこで買ったかな、これ、これどこで買ったんやったかな、これで、こういう感じのね、こういう派手な、こういうの好きやからね、こういうシャツが It is for ladies? で、こういうペイントガレラって書いてるやつあるやん、こういうの売ってますし、お土産もいっぱいありますね。この辺ホワイトビーチって言って、まあ、いろんなバーとかもあるんですけど、この水平線に沈むサンセット今日見れそうないけど、サンセット気分は味わうことができるんちゃうかなと思いますね。まあ、この辺もいいんですけど、まあ、ちょっと一人なんでさっきのところ陣取っていこうかなと思うんですけど、いいですね。まあ、今日僕来たんですけど、もうなんかね、船はすごい人でしたね。で今日は12月の21日でしょう。もうクリスマスイブイブ、それからクリスマスイブ、クリスマスになるとこの辺のホワイトビーチはまあまあ人いますやん。でオフシーズンに来たらここほんま広いビーチなんですけど、ガチでほんまにお客さん5人とか10人もいない時が多いんですけど、まあ、クリスマスも近いということですごい人がね増えちゃってますね。ちょっとビーチで入っていきたいと思うんですけど、どんな感じかというと、ヘロヘロー Sure? Wow, 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 you follow me? So have we met before? We met before, where? Oh, you follow me, but... Oops! Tension? Wow, 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 wow.たまたまですね、このビーチで僕のフォロワーと会いました。You follow my Instagram? Yeah, I follow you. My goodness. How do you know me? Or maybe last year. Yeah. Well, what's your name? Michael. Michael. My name is Kang. Nice meeting you again. Oh my goodness. Thank you very much. Thank you. なんと去年僕がここをうろうろしてる時に見て、そこからフォローしてるみたいですね。面白いですけども、この読者と会うというね、なかなかマニアックな感じですけども、あ、これ新しいコーナーできたんか。バハラ、It is a new one. Ah, then, when did you open this one? On August 19th. Actually, we are from there, but we transfer here. Understand. Thank you. Maybe tomorrow. Okay. Thank you. Thank you. はい、今日はあっちで軽く飲もうと思ってるんで、なぜかえってエビが待ってるんでね、今日は。まあちょっと来ない間にいろいろ。変化していってますね。でもっとあっちの方を見たいんですけど、サクッとエビが待ってるということなんで、もともと行こうと思ってたところに入っていきたいなと思います。これね、ほらビーチも結構人がおるじゃないですか。普段はもっと少ないです。まあクリスマスイブとかクリスマスはどれぐらいの人になってくるのか心配というか、僕あんまり混んでるビーチほんま好きじゃないんで、でもフィリピン人とかやっぱ騒ぎたい、外国人でも騒ぎたい人はあえて混んでるところに来るから、普段はそんなに混んでないのが売りのこのプエルトガレラのホワイトビーチです。じゃあちょっとね、さっき本来入ろうと思ってたあのバーに行きたいと思います。なんかここはやっぱりいろいろあって、プエルトガレラは一人旅の人も意外とおるから、一人で入りやすい店とか
グループで入りやすい店とかカップルで入りやすい店とかいっぱいあるんで、今日僕一人で来てるんで、残念ながら一人です。まだ空いてますよ僕。だからとりあえず一人で行きやすいようなところにまず入っていきたいなと思います。なんかね、何ができるかっていうと、このマリンアクティビティもできるし、あとはね、ビーチ沿いでね、マッサージを受けることもできるし、こういう髪の毛、ブレードとかもやってもらうことができるし、まあなんせね、このプエルトカレラの中では一番盛り上がってるビーチで言ったらね、まあ、もっとマニアックなビーチもいっぱいあるんで、そのあたりもちょっとね、紹介、今回思いっきりしたろうかなと思ってますけど、天気がいい限りね、まだね、12月の天気は僕あんまり好きじゃなくて、ベストシーズンは、3月、4月、5月、まあでもその暑いのが嫌な人はこのぐらいの時期がいいかもしれへんけど、じゃあここね、ここに入ってきたらジャムハウス、ここが一番ね、まあ静かで夕日も見るし、ええかなと思うんで、この辺ちょっと入っていきたいと思います。ジャムハウスさん行きましょう。はい、ということでこれね、ちょうどいいサンセットが、まあ、太陽はもう見えないんですけど、サンセットっぽく感じれる席を陣取ったんで、これちょっと僕の大好きなサンミゲルライトをいただきながらサンセットタイムを迎えようと思います。まあここ誰もいない、空いてるからいいですよね。まあ一人なんで、あんまり混んでるところよりまったりできるところの方がいいかなと思って、ここでちょっとサンセットタイムを楽しみたいなと思います。あ、来ましたね、はい、これがサンミゲルライトってこっちで人気のビールですけど、氷が出てくる、これでビチビチに冷やして飲めるというのが最高のパターンです。はい、ということでね、もうちょっとね、僕はちょっと久々の Facebook ライブやってまして、その間にもう気づいたら真っ暗になっちゃいました。で、これからですね、もう暗くなっちゃったんで、泊まってる宿の方に戻りたいと思います。で、今日は今から僕大好きな、今日朝エビを仕入れたんで、シュリンプパーティーということで、まだそっちも撮るかもしれないんですけど、一旦これにて終わりたいと思います。Facebook ライブは何やり始めたかっていうと、今日これ撮ってるのは2023年12月の21日ってことなんですけども、なんと今日から60日間で、Facebook ライブとか、あと Facebook でリールとかアップして6万分、つまり、1000時間ですね、1000時間のビューを2ヶ月で達成しようと思ってる、謎の試みがボルテージ上がってきまして、まあ、何をするにしても目標設定するのは大事かなということで、やってみようと思います。ということでこの YouTube も早めに上げようと思うんですけど、ぜひですね、協力していただきたいなと思います。このね、まだいろいろこの後も、しばらくプエルトカレラ滞在しますし、2024年の1月はまたいろいろまだ見ぬところに行くんで、1月は非常に楽しみなので、ぜひ皆さん YouTube でお会いしましょう。それでは、今日も、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、カナ様と会う日までアディオス。おまけのコーナーです。シュリンプが来ましたよ。それからガーリックライス、ここがですね、ビクトリアズアパートメントルーフトップ、 This is owner ビクトリアさん、わーおいしそう、おー SMR、 I'm hungryI'm excited. Okay, let's eat. Let's eat, let's eat, let's eat. いただきます。I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of